大西洋だらは、田中に属する定性の食用魚である。西大西洋のハッテラス岬から、ノースカロライナ、グランドバンク、そして、グリーンランドにかけて広く分布する。また東、大西洋でもバルト海、北海、アイスランド、バレンツ海を含む、ビスケ湾から北極海にかけての海域で見られる。生態で、体長2メートル、体重96キログラムにまで達する。 通常は2歳から4歳の間に性的成熟を迎えるが、北極海の北東に生息する個体では、成熟に8年かかることもあると報告されている。体色は茶色から緑色で、背側面から腹部にかけてはスポットがある。側線は白いためはっきりと目に見え、この点で北、太平洋に生息するマダラとは区別できる。 海岸線近くから大陸方にかけて生息している。大西洋だら北東大西洋に生息するものが世界で最も大規模の個体群であり、その中で最も多くを占めるのが北東北極海の個体群である。この個体群は主にバレンツ海に生息して3月から4月の間にロフォーテン諸島等のノルウェーの海岸沿いで産卵をする。生まれた子は 海流に乗り、プランクトンを食べながら、北へと移動し、夏までに、産卵期以外の一生を過ごすバレンツ海に到達する。成長するとともに、オキアミや、甲殻類、また、カラフトシシャモや大西洋ニシン等の小魚を食すようになる。また、この固体群は共食いをすることでも知られている。北海の固体群は、e、EU の国々や、ノルウェーによって漁獲され、 1999年には、デンマーク、スコットランド、スコットランドを除いた、イギリス、オランダ、ベルギー、ドイツ、ノルウェーで、水揚げされている。1970年代には、漁獲量が20万から30万トンにまで達するなど、乱獲が懸念されている。北西大西洋の大西洋ダラの個体群は、その生息地全域で、カナダやアメリカによる深刻な乱獲により、 1990年代、初頭、漁獲量が激減した。北アメリカ大陸のタラの漁獲の歴史は16世紀まで遡ることができ、ニューファンドランド島など、カナダ東海岸の植民地の入植と発展の基盤となった。1960年代までは年間で平均30万トンほどが水揚げされていたが、技術の進歩により、 ピーク時で水揚げ量年間80万トンにまで達した。しかしその後急激に減少を始め、2007年には沿岸に生息する本種の数は1977年の1%にまで減っている。本種の生魚は産卵のための群れを冬から春にかけて形成する。メスは卵をいくつかの塊に分けて産み、オスは競って、 自分の精子をその卵にかけて受精させる。受精卵は海流に流されながら養魚へと発達する。成熟の時期は個体群によって変わる。西大西洋に生息するもので2歳から4歳で成熟するが、北極海の個体群では8歳まで成熟しないこともある。寿命は13年以上。1、肝臓。2、氷。3、卵巣。 4.12市町5位。6. 朝鮮魚や、フライとして、また、紐の、肝臓の塩漬けや、卵巣の燻製などとして、ヨーロッパや、北アメリカの広い地域で食用となるが、寄生虫の宿主となることも多い。大西洋ダラの肝臓に寄生するアニサキス。ありがとうございます。